皆さんはじめまして。愛知県のプレイズレポーターのクリスチャンライフ牧師大谷匠です。今日は清めの聖会をレポートします。日本のリバイバルを求める断食聖会清めの聖会チェンジジャパンは、ヨエル書2章のシオンで角笛を吹き鳴らせ、断食の布告をし、清めの集会の触れを出せを中心聖句とし、中部地区の宣教協力団体であるハーベストフェローシップが主催し、日本リバイバル同盟、日本ペンテコステ振興会、ブラジル人教会の団体であるアメージの協力のもと開催されています。昨年は愛知県西尾市で、さまざまな地域教会からおよそ900名の参加者が5時間を超える鳥なしの祈りと礼拝を捧げました。まず主の御臨在を求め、ブラジル人と日本人による賛美と礼拝が捧げられます。情熱的で明るい南米の賛美と穏やかな日本のワーシップが組み合わされ、多国籍の参加者が一つになり主を崇めました。続いて悔い改めの時として、参加者各自の形骸化した信仰や偶像崇拝、隠れた罪などを悔い改め、続いて教会教団の持つ問題として、お互いの間に壁を作ることや不従順世俗化などの悔い改めを祈りました。さらにこの聖会の提唱者であるライルソ・サントス牧師が、日本の国家の取りなし涙の祈り、これをもって日本のリバイバルを求めようと奨励を語り祈りました。応答した参加者の絶叫ともいえる祈りは止むことがありませんでした。熱い祈りの後で、日本のために共に祈りたいと願われたエンパワード21のキャビネットであるジョハン・ハンドジョー牧師が、シンガポールよりチームと共に来日され、母国インドネシアの大リバイバルの経験をもとに日本のクリスチャンを励ましました。また実行委員長である水野明宏牧師により聖餐式が執り行われ、国籍や所属教会は違ってもキリストにあって一つであることを確認し、大きな感動と喜びが心に残りました。聖会に参加した長年牧会伝道に携わる牧師たちが口々に、最近参加した聖会の中ではずば抜けてよかった、心を強くされた、初めから終わりまで主の御臨在にあふれ、時間を忘れるほど平安だったと証ししておられます。ブラジル人クリスチャンの日本に対する祈りの姿は、私たちこそ祈るべきだという思いを日本人クリスチャンの中に灯しました。中部地区の教会協力で開催される祈祷会、全国規模で要請される祈りの働きにも積極的に取り組む人々が多く起こされています。中部地区では、国籍を超えた教会の一致によって2500人が集まるマーチ・フォー・ジーザス・ジャパン、今年も4月19日に名古屋市久屋広場で開催されます。また24時間365日の祈りの働きなどが進められています。そして今年も4月29日午後1時より愛知県知立市のパティオ知立で清めの聖会が行われます。今回は特に北海道から沖縄に至る日本各地の牧師たちが、それぞれの地域の課題を携えて祈りのために駆けつけてくださいます。皆さんもぜひご参加ください。以上、愛知県から大谷匠がレポートいたしました。